はい、どうもです。ドラフト大卒の上でペナントを制してやっていきます。阪神戦1勝12敗、1分けというクソボロ負けしてますが、こっから逆転優勝を狙ってやっていきます。もういけんのかな、こっから逆転優勝。早速負けたな阪神に。なんでこんな今年負けてんの、マジで。去年2位だよ、去年日本一のチームが最下位って。最低でもクライマックスは出たいな。最低でもクライマックスは出たい。前半戦終わって5位。どうしたものかな。1割並ぶ。大塚がノイノリになった。2割6分5厘か。結構打ってんな。薄いを上げるか。いやもうでも2割6分5厘打ってんならもう福森でいいよな、セカンド。正直な、こんだけ打ってるならな。市村と薄いに持ちた、頑張ってほしいな。市村だってパー B78 だよ。もっとやれるでしょう。うちは5位だし。でも3位まで可能性あると思う。11ゲームでしょ、3位まで。きついな、結構きついな、11ゲームって。でもこっからもう鬼の連勝していくしかない。こっから800連勝ぐらい してくれ。市川がノリノリだが、俺そんな余裕ない。今はそんな余裕ない、うちは。ヤクルトに勝たないといけないんだが、打線がマジで機能してない、全然。うちはやっぱ打線のチームだから、打ち勝たないといけない。全然、打線が打ててないんだよな。なかなかひどいな。先発はそこそこ頑張ってんだよな。馬淵変えないとな。5点台。4点で抑えがマジで決まらない。抑えがいいね、うちのチームに。玉木1点台って。1.55 で6敗してんだよ。やばくね。抑えがいない。抑えがいないんじゃ、うちのチームに。今田のりのり終わった。大塚のりのり。大塚はまだのりのりなのかな。大塚も終わった。2割2分2厘。角田も去年だけの格変だったな。去年3割打ったんだが、斎藤も微妙。全体的に調子悪いよな。全員調子悪いからな、野手は。ピッチャー陣はいいんだけどな。普通野手が活躍してくれたらうちも勝てるんだが、斎藤も正直微妙だしね。中畑がノリノリ、竹山がおえおえ、ケアもちょっと思い切って変えてみるか。福森ショートで使って薄いを使うか。ここは中畑の塗りだから、中畑5番。
福森1番1番にして足が遅すぎる。1番中畑だな。1番キャッチャー中畑で、1から乗り降り終わったんで島さこんでいこう。マジで弱い。うち有田が乗り降りになった。有田って1軍だっけ。1軍だ。やばいな、本当に今年最下位になる。去年日本一だよ、うちのチーム。そんなことある？マジで、なんとかしてくれ。なんとか。頼む。頼む、竹山スラップ脱出。ちょっと、なんとか、なんとかしてほしい。ファーストどうしようか。マジでこのままいくと最下位な気がする。なんとかなんとか最下位脱出。なんとか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 してくれ。オッケーオッケー。よし、グー。4位、4位、4位。3位、3位まで。10ゲーム差無理だ。これは3位だ。4位狙おう、4位。よし、4位。31ゲームつけられてる。もう去年日本一のチームだよ、どっち。どうした？何があった、本当に。本当に何があったんだろう、うちに。しかも楽天勝ってるし。楽天が日本一、2位から日本一、2年連続2位から日本一か。うちは何が悪かったんだろう。多分打撃陣だよな、うちが悪かった理由って。完璧に、いや玉木すごくね。200イニング投げて 1.89 でしょ。で FA 取ったでしょ。あー出ていくわ、こいつは。こいつ確実に FA する。つーふーわふー、あ、国際大会バツついてる。選ばれたのかな、国際大会。まあ、それ言ってんだもんな。ふわふわドキドキ内緒ですよ。はじめが肝心、積んだ積んだなんだけど、玉木絶対こいつで FA 出てくるでしょ。だいたい FA 出てくるやつって活躍するから。じゃあメジャー行ってくれ、頼むから。頼むからメジャー行ってくれ。玉木がメジャー行ってくれたらポスティングで金が入ってくる。本当に森住、谷村も2点台じゃん。2点台で負け越し。いや完全に今年はピッチャーだな、悪かったのは。ピッチャーだ、ピッチャーだ、野手、野手だ。ピッチャーはそこそこ頑張ったと思う。まあ中継ぎはダメだけど、中継ぎ抑えはちょっとダメだったけど、先発陣は頑張ったな。野手だよな、3割1人だもんな。去年3割5人ぐらいだでしょ。植竹が3割19本。斎藤ね、まあ斎藤もすごいけど、この記録は1人、斎藤1人、1人じゃないか、哲之か。36本、296に30本、116打点。まあいい成績なんだけど、もうちょっとね、50本、80本ぐらいやってほしいよね。斎藤は最低でも。竹山はまあまあまあいつも通りか。まあ萩原もいつも通りなんだよな。こいつちょっとダメだったな今年。ものすごいこうなってきたらな、ここでね、市村がもうちょい活躍してくれたら市村レギュラーだってなんだけどね。市村も相変わらず微妙ですね。打撃陣が微妙だったな。市村の補給高いんだかな。7個も減らしてる。竹山と斎藤、なんかなんとかなんないかな。首位打者船越、まあ、復調したらいける。うちの、あー、ちょっと玉木お願いします。おっしゃ、玉木が生き残った。きたー、玉木生き残った。あぶねー、玉木が生き残った。もうやるよ、まあ好きなだけ。斎藤は原稿か。
好きなだけやります。お前にはもう、もうこいつらは欲しいだけ。なあ、お前だな。君は6000万減俸です。ここら辺は好きなだけやろう。活躍者し、3000万は、まあ3000万か、4700万ないな。3000万だろお前も。まあやろう。あーでも2点台だもんな。うん、8点台1000万。まあ2000万あげようか。ダメです。1000万。ダメです。3000万。1900万。まあ試合出たからな。市村2600万やるか。とりあえず基本的に全員にちゃんとした金額を払うかな。だから多分いらない、こいついらないよな。草山絶対伸びないよな。25だしまだ金沢し残しとくか。笹山の方がいらない気すんな。28こっから活躍すんのかな。まあいっか。徳山は絶対もう伸びないよな。30だし早熟だし。なんかヘッドホンぶっ壊れたかもしんない。ヘッドホンの右耳全く聞こえないんだけど。ヘッドホン壊れたこれ。うわ、右耳のヘッドホン全然聞こえねえ。何これ。あ、微妙に聞こえる。なんか音が左の方がでかい。何これ。ごめんなごめんね、みたいな全然関係ない話で、全然多分動画見てる人には伝わらない話をしてしまってる俺は。でも左耳の方がでかいんだよな。だから嫌なんだよ。よし、じゃあ探すか。めっちゃ違和感あんだよな。あ、アナンいいね。でもうち足りないのどこなんで、ヤシなのかな、ピッチャーなのかな、どっちなんだろう。わかんない、わかんない。もう俺どこ取ったらいいんだ俺は。あ、なんか耳は結構聞こえるようになってきた。でもこれ左の方がでかいって思うから左の方がでかく感じるのかな。同じぐらいなのかな実際。まあいいや、そんなら見てるみんなからどうでもいいからね。どうする。バケモンこれ、まあ、こいつも守備はいいけどな。バケモン座れたらバケモンじゃないじゃん。やっぱなんかもっと打撃能力がバケモンのやつが来てほしいよな。守備能力はバケモンでもまあすごいんだけど、こいつすごいよね正直。森村 BAB 守備だから打撃能力微妙だからな。守備はいいんだけどな。どうしようか、取るかこいつ。森村、森村か阿南。でもサール取ったしな去年。そうなったら今年は阿南なのかな。アナ行こう。いや、いいかな。まあ、アナ行こう。アナ行こう。今年はアナだ、俺は。なあ、かぶった。森村だったら、森村だったら2球団、こう、アナだったら3球団。これ失敗したかもしんないな。でも、アナだったら問題ない。俺は確実に当てる。ここっていうのは、基本的な当たりはないんだよ、くじで。A 連出してたら、ここ引くから、ゲーム的に、やっぱここは外すって考えて、ここ2択なんだよね。で、ここの2択って考えたら、やっぱり真ん中って基本的にみんな選ばないんだよ。やっぱり端を、両端を選びたがる人間の習性的にね。知らんけど、知らんけど、やっぱり両端を選びたがる習性があるわけよ、やっぱ日本人は。そうなると真ん中に
あえて当たりが隠されてると思うじゃん。そう、やっぱり普通の人は多分そう思うんだよ。みんな右行くからあえて真ん中にくじを入れてると思うんだけど、俺はコナミを信じてる。いや、コナミは、まあ、このまずここは絶対ない。コナミはここは絶対入れない。エーレンのあれで取れるから、それはゲームとして面白くないから。でここ2択を選ばせる。コナミはまずここ2択を選ばせるでしょ。で多分右をみんな選ぶと思うんだよね。でコナミはあえてそこに当たりくじを入れてると思う。右をみんな選ぶけど、その選ぶとこに当たりくじを入れて当てさせるっていうコナミのその優しさがちょっと、俺コナミの優しさにかける。これで外れたらコナミはマジで優しくない企業、あの人に優しくない企業っていうのを判定することないから。これで必ずこれで外れたらね、だから絶対当たる。そういう理論で絶対当たる。はい、コナミクソ、マジで死んでくれ、マジで死んでくれ、マジでクソクソ企業だわ、マジで潰れろ、コナミ潰れろ。そして森村も取られる。はい、廃止ね。コナミはクソだわ、絶対もうコナミはクソ。任天堂じゃないわ任天堂じゃなかった、もうコナミはもうほんとクソ。社会人多くないか。寺本ドラに出てほしいな。どうしよう、誰取ろう。もうなんかどうでもよくなってきた、もうどうでもよくなってきた。ドラ1ドラフトやめたい。タガー、ミート弱くないか。タガー、それと寺本の方がいいよな。高いくか。トサカ、瀬野も取られたな。宮西も取られた。正直欲しい選手がいないんだよな今年。特にピッチャーが誰もいない。どうしよう、本当になんかいい選手マジでいない。朝山か、寺本取っとくか。でも外野こんないっぱい取ってもな。ちょマジで終わろう今年。今年マジでドラフト不作だわ。取りたい選手が全然いない。ドラフト外野2人で終わるシーズンとかある？そんなことある？たが、こいつもな、どうしようかな。外野で育てんのかな。寺本、こいつらどうしようかな。外野が多いんだよなうち。セカンドショートにコンバートしてもいいのかな。草山ファーストでコンバートするか。熊沢はサードにコンバートする。どっかにコンバートしようか。熊沢セカンドにコンバートしようかな。ショートかセカンドに。強打、おお強い。あ、ミスター近藤か。岡本サマリアムガリ40。おお、いいね岡本。いってらっしゃい。ババ、おお強い。4億1000万。平本1億。ああでも一発とランチョ持ってんだ、微妙だよな。赤いな。エリオットさあ、坂木原って昔阪神にいたよね。佐伯だ、17勝すごいな。まあ、佐伯は抑えじゃないんだ。去年抑えやったよね佐伯って。広岡、渡辺、4番神里、 DeNA の4番神里。
しょ。ああ、阪神がエリオットと叫ばれた。でもエリオットはでも一室阪神はトントンか。阪神がマジで強いんだよな。なんとかしないとな、阪神。あ、キータがクビになってる。え、これでクビになるの。ミートシーパービーあるじゃん。衰えたな。40歳がギータも。秋山は40歳だけど、コントロールスタミナ B あるんだ。バティ。あ、毛沢東じゃない、なんだっけ。ワンボーロンみたいな。孫チャーホンか。ノヒタ。ノヒタの話してんだ、お前。ヤブタどうかだと、今のが。あ、今のが楽天か。ミニカ？いや、オーストラリア行かせよ。こいつオーストラリア行かしたいな。これ、この二人をオーストラリア行かせる？正直微妙だよな。そうなったらでもオーストラリア安いからな。ドミニカ高いよな。西野生かしたいな。でも肉親者補給とかがって嫌なんだよな。西野楠田西田楠田をドミニカに行かせます。ワンチャンなんか上がってくれるのを期待して。コンバートもあるよな。コンバート先コンバートしよう。斎藤は特になし。それと逆境までと思えるか。コンバート宮部がセカンドサポート覚えてもらって、あとなんかあったっけ。1位はサードやな。こいつにファーストのサポート覚えてもらおう。1位もセカンドのサポート覚えてもらおうか。いや、こいつはサードだわ。こいつはマジ打とう。そっちより打撃に専念してほしい。竹山のショートをまだ上げれるから、今田そのまま、笹山そのまま、薄いはセカンドそのままで、こいつからそのまま、こいつから40でしょ、そのまま熊沢をどうする。熊沢セカンドショートとか覚えるか。こいつショートきついな。セカンドサポジョン覚えるか。とりあえずサポーチはこんな感じかな。いや、福森はセカンド持ち覚えるか。よし、トレー投手でこれで普通に練習がまずできる。サークルチェンジ。玉木はスタミナ球速、ジョーは急速、弾道、何もろみない弾道、弾道2位やった。急速、何もろみない最適性で曲げるか。急速、急速、何もろみない最適性、カーブ、球速、中継ぎ適正、スタミナ、スライダー、コントロール。あ、今度 D になったのか。変化球伸びないのか。え、伸びる？スライダーだけ伸びるのか。コントロール、カットボール、チェンジアップ、コントロール、キャッチャー、弾道差なった。ミート、
まあ、三振削除をちょっとだけ覚えてもらうか。え、ミートでいっか。弾道、弾道で、こいつの三振後だけ。そうメインポジション適正ミート、守備ミート、守備パワー、よし。違う違う、なんだ、長いな。おーしてきた。お、萩原弾道4になった。何怪我、ああ国際大会か。やめない国際大会、もうしんどいし。おし、全部 B な、 B も漏れる、全部いい感じ漏れるね。とセカンドもちょっと漏れるようになったのか。弾道、あげら弾道4になった。パワー、外野ももうちょっと練習するか。外野の練習はできねえ。あ、そうか、シーズン中はできないな。三振削除、うーん、ムード丸、パワー、力も代表とか選ばれるようになってるよな。 今だったら去年の日本一だから、去年一昨年の日本一だからな、うちは。なんてだって、あと玉木は神だから。玉木でも日本のエースじゃないこれ。え、玉木日本のエースだよな。弾道さんに上がった。見てみよう、誰が選ばれてるのか。玉木入ってないじゃないか。国際大会バツついてるからかな。内から誰か入ってんのかな。あ、竹山と市村が入ってる。市村入ってんだ。市村はうちでもレギュラー取れてないぞ。どういう基準なんだこれ。あ、斎藤も入ってる。斎藤入ってるか、そら。野手だけか、内から入ってんのは。ピッチャー入ってないのか。残念。玉木とかね、去年1点台なんだけどね。上も、上竹が衰えてきた。ピンチです、これは。勝ってくれ。斎藤が打ってくれ。知らんけど、もう見ないけど。負けた。開幕戦からいけない。そもそも負けております。負けだ。はい、終わり。もう終わる。やめようぜ国際大会。負けだ。はい、終わり。3戦3敗。何アクネー。なんだアクネが打撲した。誰だアクネって。うちにアクネなんていたっけ。いない。誰だアクネって。日本代表の選手かな。日本代表の怪我なんていちいち言わなくていいんだけど、俺に。なんで日本代表怪我したのか。あ、もう、誰だ、アクネって。アクネって昔、うちのキャッチャーいたよな。アクネっていうキャッチャーいたよな、昔。強打のキャッチャー。パワー B ぐらいあって。ミート F とかだったよな。そいつか？キューバとオランダの日本代表の、日本代表じゃない、キューバとオランダの試合なんて知らない。そんな名前の人知らない。オランダ優勝した。おめでとうございます。バレンティン監督とかしてんのかな、もしかして。よし、じゃあ開幕来たんで、今日ここで終わりますか。それじゃあ見てください。皆さんありがとうございました。バイバイ。